どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはこれからビールが美味しい季節、暑い時にビールを買っとくガクガク飲みたいやつ、その時にめちゃくちゃ歌いたくなる曲をいきます。ビギンのおじい自慢のオリオンビール、こちらの曲もねめっちゃ盛り上がりますから、ぜひ皆さんウクレレでこれをやるっていうのがまた最高でございます。はい、この曲はですね、まあもう聞いてもらったその通りの曲でございます。もう乾杯あり乾杯と言っても元気たっぷりとね、これからの季節もう欠かせない曲になると思いますよ。めちゃくちゃテンション上がる曲なんで思いっきり楽しんでいきましょう。この曲もちろんガズレレで過去に一回取り上げてるんですけど、その時相当分かりづらいことになってまして、今回2021年改訂バージョンでさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって登場です。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやります。ここはねキャンプとかアウトドアとか海に行った時とかにこれ弾いて歌って缶ビール飲むとか最高ですからね。まずやってみてください。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはあのフレーズやりますよ。これも弾きたいでしょ。このフレーズもバッチリ解説して、まあ、かっこいいリズムでやってみます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くの最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいけどチャンスがなかったわとか、私不器用なんで楽器は無理っぽいですとか、楽器何かチャレンジしたんだけど挫折しましたという方がですね、ウクレレを弾いて歌う、あっという間にこの弾き語りができるというプログラムがあります。今このプログラムを見て、今全世界中の方がもう何万人も、ウクレレで音楽始めてますよ。つい先日チャンネル登録者も15万人突破になっていただいてありがとうございます。皆さんもあっという間にできます。もうちょっとしたらここにそのプログラムのリンクがあります。ここに飛んでもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。これ YouTube ですからもちろん無料。さあ今すぐ始めましょう。まだ全然間に合いますから、はい、ここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン曲、課題曲、もうすでに1600曲オーバーになっていると思います。もう数えられないくらいもやってるんですよ。さあ皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やってみましょう。テンション上がる曲、おじい自慢のオリオンビール。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンからやってみます。1,2,3,4。デレン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 デ乾杯。1,2,3,4。
でんででんででん、あ、それ三つ星かざしてたかたかとビールに託した一品を言えと飲むから美味しいさ、わたあじまのオリオンビール、わたあじまのオリオンビール、いやさあそれ三つ星かざしてたかたかとビールに託した一品を揺れと飲むから美味しいさ、わたあじまのオリオンビール、わたあじまのオリオンビール、あいやいやさあさあ、あそれほいちんちく祝いでありかんぱい、あそれビギンのおじい自慢のオリオンビール、ガズレレレシンプル簡単バージョンやっていました。いやーもう沖縄に行きたいですね。あののんびりした、もうあの沖縄のこのね、あの感じがすごく出てるね、もう最高の曲です。もうテンションが上がっちゃって、もう今すぐビール飲みたくなりますけどね。はい。皆さんもどうだったでしょうか？気持ちがいいですよね、これ。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ちょっとガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番ですね。2番ね、で私全部やってみたいなという方もしいらっしゃったら、1番のコード進行と全く一緒ですので、こう書き足して、コード書いて、2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜を作ってやってみてください。そして今やったシンプル簡単バージョン、ガズと一緒に YouTube でまずね、一緒に合わせてやってみてください。コードは結構簡単ですけど、なかなかね、次から次へと曲展開してくるんで、なかなかね、面白いと思いますよ。はい。それがまずファーストステップのゴールですね。YouTube 動画と合わせてできるようになった方、まずは第一歩おめでとうございます。はい。じゃあ、その次に行きましょう。できた方。その次はですね、やっぱりご自身一人っきりで演奏してみるのをお勧めします。ガズレ YouTube と一緒じゃなくて、今度は自分だけで歌ってみる。一人っきりで歌ってリズムをこうビートを生み出してコードで響きを加える、音楽を一人でやってみる。これがねもう最高に気持ちいいんで、ぜひチャレンジしてみてください。最初のうちはでも楽譜がやっぱりあった方がいいですよね。いずれ覚えちゃいたい曲ですけど、じゃあ楽譜を見てちょっと練習しようと思うんですけど、その楽譜ってどうやってゲットすればいいんですかということになると思うんですけど、ですね、今見てください。これ、このノート見てください。これね、今これガズ書いて、これを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこのノートを画面に映して、こんな感じで書くのどうですかっていうふうにシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のおじい自慢のオリーブオンビールの楽譜を含む、ガズが今まで手で書きまくってきたもうノート楽譜山ほどの中から、毎月5曲皆さんのいいな、やってみたいな、面白そうだなと思う曲をダウンロードしていただいて、すぐに練習できるという画期的なサービスでございます。でね、このねガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている、全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこう、
お勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。2021改訂版のおじい自慢のオリオンビールビギンでございます。はい。これ見てください。イントロ。なんだかヘンテコなの書いてありますけど、これはイントロのメロディーなんです。これね、かっこいいバージョンでこの弾き方します。後で解説していきますということで覚えておいてください。で、シンプル簡単バージョンはこの上の段のコード進行を、2回繰り返して歌に入っていきましたということでございます。最後こう伸ばしてたね、シンプル簡単バージョン。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。はい。こんな感じですね。で、ここ下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるちょっと案内なんで、今のシンプル簡単バージョンはあまり気にしなくていいです。後半はここリズムがどんどん変わっていくということでご案内してます。はい、じゃあこれパッと映しとくんで一時停止でメモっていただくか、あとね、デモ演奏動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介させていただいた、ガズクラブでこのノートそのもののデータをね、ダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかく楽譜用意しましょう。はい。じゃあ一時停止で書いていってください。はい、どんどん映していきまーす。はい。ちょっとここ見づらいんですけど、ここね、解説させてください。じゃあちょっと曲のね、流れを、構成を紹介させてください。1番やって2番やってサビやりますね。サビ見て、こういう風にやって、こういう風に来たら、ここ来たら、ここまで来たら、ここに注目。丸1、丸3、丸2って書いてあります。つまりね、このサビって3回あるんですよ。で、一番最初に来た1の時は、ここ言いやすさとにこういう風に流れていきます。そして、1番をこういう風にやって、ブリッジパート、こう、おとなしくなるとこ。そしてまたサビに戻りますね。で、サビに戻ったら、今度2回目に来るから、この、今度2番のところ、ここ。ここは C で1回ブロック繋いで、もう1回サビ繰り返します。そしたらもう1回サビ来るでしょ。そしたら3回目になったら、またこっちに来て、このパターンになりますよ、ということですね。で、3回目来たら、今度ラストに行きます。はい。これがね、盛り上がるやつ。新築祝いであり乾杯、入学祝いで、これ何でもいいんですよ。結婚祝いでも何でもいい。もうそれこそゴールデンウィーク祝いでもいいし、なんだ、夏休み祝いでもいいし、何でも、ここはもう皆さんご自分で、ここはもうあえてガズレレ仲間でとかいろいろ書いちゃってますけど、まあこんな風にアレンジするのがいいと思います。これがガズレレ流のおじい自慢のオリオンビールの、正体でございました。はい。これ嬉しいことに見て、出てくるコード5個なんですよ。言っていきます。C と F と Dm と G7 と Em7。たった5つで、このテンション上がっちゃうオリオンビールの歌が歌えますよ皆さん。やったー。一応ちょっと今日紹介させていただきたいのはこの5つのコードはもう入門コードのグループの中のメンバーで安心してほしいやつなんですけど、その入門コード紹介させてください。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思っている初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードの入門コードのグループ10個の名前なんです。10個もあるのかって思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで、1個ずつ見たら押さえるのは簡単です。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、なかなか混乱するんで、頭が指が、この指とコードネームがごちゃごちゃになっちゃうんでね。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入って覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、まぁ、10個ね、遅から早からこのガズレレ必須コードを覚えてください。今日はそのうちの5つですからね。5つ、これがでも簡単ですから、ぜひこのシンプル簡単バージョンからでいいんで、まずゆっくりやって、ものにしていきます。で、今のシンプル簡単バージョンも、ちょっとテロップの中にたまにこう、伸ばすだとか、ダーダーとかそういうの書いてあって、それをちょっと意識していただいて、簡単バージョンなんだけど、ちょっと弾き方もね、ちょっとコントロールしてみるのもいいかなということできると思いますね。はい、ちょっとそれもやってみてください。はい、じゃあそしたらかっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもこのタイミングで私が伝えたいのはやっぱり歌の確認です。今の4つ弾きバージョンで、やっぱり歌をしっかり、あの雰囲気出るように、言葉のタイミング結構面白いっていうか深いですよ。じっくりやってみようと思うと。よく聞いて、あの緩いタイミングなんだけど、やっぱりかっこいいところに言葉がこうスコンスコンと入ってくる。そのちょっとグルーブ、言葉のグルーブもちょっと感じながら、歌をマスターしてかっこいいバージョンのリズムが、こうビートが効いたリズムが、で、やっぱキーポイントになると思うかっこいいバージョンに練習入っていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード進行まるっきり一緒。なんだけど、今度ワンブロックにコードが4つ入ってきたりとか、いろいろちょっとね、展開があるんで、徐々に解説していくことにします。
じゃあね、まず弾き方なんですけどね、一応今日ね、書いてみたら山盛りだった。はい、こんな感じ、ドン。まず基本は、アイランドビート。はい、その次、8ビートのチャ。あと、アルペジオとカッティング。4つもあるなぁ、みたいな感じですけど、一応これが基本になってます。この4つのリズムの弾き方解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそのリンク先にアップロードされておりますので、じっくり取り組んでみてください。今日パッと見るとですね、やっぱね、キーポイントとなるリズムが、アイランドビートというリズム。どういうリズムかやってます。どんどん。アイランドビートまさにこのビギンのこの沖縄アイランドの感じに、まあレゲエっぽいというかね、裏にアクセントがあるすごく印象的なリズムだと思うんですけど、これね、比較的このリズムって思ったより簡単だよっていうことを、このアイランドビートの先ほど紹介したリズムいろいろの中でも言ってるんですけど、8ビート2つ弾いてるっていうふうに考えてもらうっていうのがね、私のアイデアでございます。その動画ちょっとしっかり見てもらいたいんですけど、今回問題なのはちょっとコード進行を見てください。 A メロの一番最初、シマとつくもの何でも好きでのところ、ワンブロックコードが2個、例えばここだったら C って G7 と C じゃないですか。この G7 と C のところ、このアイランドビートでどうやって弾こうかということなんですけど、ちょっと見ててくださいね。シマとつくもの何でも好きで、わかった、じゃんじゃじゃカッチャチャチャじゃんじゃじゃ。コードが変わる時の C の、要は一番最後の C の頭のところでもチャッとやって、次にちょっと C が鳴ってればいいっていう風な感じでいいと思います。ちょっと A メロをちょっと全部やってますね。シマとつくもの何でも好き、酒にバス通りまでタダダ。こんな感じでやると、このアイランドビートのビートが揺れずに、よれずにね、できるからいいかなと思います。このワンブロック2個でも構わずチャーを入れて、アップでその後ろのコードがちょっと鳴るということでいいと思いますね。ちょっとやってみてください。じゃあこの流れでね、もうどんどん説明していっちゃおうと思うんですけど、その後、どんどん盛り上がっていく感じで、盛り上がって、要はサビになるところでは8ビートのチャだったり、その A メロの間奏のところも、ダンダ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 ダン、ここは8ビートのチャだったり、いろいろ混ざってくるんですよ、リズムが。で、テロップに一応正し書き入れとくんで、ちょっとそれを見ながら何回かこう練習してもらって、リズムの切り替え、結構ポイントになると思いますんで、やってみましょう。そしてですね、まあワンブロック4つに入るところは、デン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 、C みたいな感じで、リズミカルにこのワンブロック4つも弾いていただくと。そして、サビに入る前にワンフレーズ。これがちょっとかっこいいんで、ちょっとやってますね。では2番の A メロの一番最後、夜から応援しておくさから言ってみてます。夜から応援しておくさ。あ、それ。で、ここ。3つ星か。今のフレーズ分かりました？C のワンブロックなんですけど、このテロップにも書いてあるように、C って1弦の3フレットでしょ。33001122って1弦だけ。はい。三つ星が、でんで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 、こういうフレーズを入れたいということです。あ、ちょっとこれ言い忘れてましたね。今日ね、この曲って、リズムがね、チャッチャ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 、跳ねてる。シャッフルのリズムですから、ちょっと言い忘れてました。でっかチャッカタッカタッカ、だから、アイランドビートも、ダン、ダッカ、チャッカタッカ、ダン、ダッカ、チャッカタッカ。はい。8ビートのチャも、ダン、チャッカツ、チャッカ、ダン、チャッカツ。跳ねてるリズム。これちょっと言い忘れてましたね。これ結構大事です。そのリズムの中でこのフレーズ。デンデデンデデン、あ、それ、三つ星、かずしでと入っていきます。はい。で、全部開放弦のまま一弦の3012、こう、フレーズで弾いていくということが入ってきます。ここのフレーズは途中のね、ブリッジが終わった後でも、はい、出てくるんで、ちょっと練習しといてください。で、サビに入っていったらもう8ビートのチャで、結構疾走感満載でいくという感じなんですけど、サビの一番最後の決めみたいなところがあるんですよ。ちょっとイントロでもそうかな。はい。カッティング、ここでカッティングを使いますね。印象的な、でん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 、ここです。ダンダッ、ダンダッ、ダッツ、ダッツ、ダッツ。音を止める。カッティング。左手見て。はい。ここで止めていいんですよね。このチャも使って、このチャも使ったら、ここのカッティングとか合わせて、このフレーズ。ダンダ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 ダン。はい。カッティングができると、なおさらいいぞということでございます。はい。その決めを入れた後に、こう、デンデデンデンデンで伸ばしてから、おとなしいところで、このアルペジオ。せーの。これ柔らかくアルペジオで演奏していきます。で、そのブリッジパートが終わった最後のところでまたあのフレーズ。あ、それってまたサビに戻ってくるということなんですね。で、こんな感じでやるんですけど、一番最後の
愛乾杯の連続のところは、これもカッティングですね。ちょっとやってみると、新宿祝いで愛乾杯、あ、それ、だだ、だだつっつ、だつだつだ、だだつっつ、だだつっつ、だつだつだ。これはバッチリのカッティングです。左手でこうパッと弦を触れて一瞬にして止めるカッティング、こんな感じでやっていきたいと思います。この最後のねラストのところもねしっかりこうカッティングを決めようと思うと結構難しいんで、ちょっと難しい方ここずっと C の8ビートでのチャでもいいと思います。新時期はいいでアンジャンジャン、このジャンジャンジャンアイ乾杯くらいはいけると思うんですけど、その辺ちょっとあの調整してやってみてください。かっこいいバージョンとしてはダンダツツダンダツってできるといいと思うんですけど、いずれできるように練習してみましょう。カッティングですからね。はい、そんな感じでこうざっと今最初から紹介したんですけど、今日の一番の、ポイントはやっぱイントロでしょう。イントロのメロディー、さっきもちょっと紹介しましたけどこれですよ。こんな感じ。このフレーズを弾いちゃいましょう。これはですね、タブ譜で見ていきます。はい、じゃあここ出しておきます。このタブ譜、読み方よくわかんねえなーという方、あの概要欄のところにタブ譜の読み方の URL を貼っとくんです。ちょっとお勉強してみてください。これメロディを弾くときにはこのね、タブ譜っていうのめちゃくちゃ役立つんでおすすめです。これよく見てもらうと、この一番上の1弦のところ、5-5-5-7-5-5って書いてあります。ちょ、そこやってみると、せーの。5-5-5-7-5-5。待って、ここなんとかわかる？タンタタンタタンタ。その次いきなり弦を飛んで、3弦の7フレットですよ。はい。これ一応ここ見て、5フレットと7フレットと10フレットに大体このマークついてるんで、5-5-5-7-5-5の次、3弦の7だからいきなりここに飛びます。7。ちょっと最初からゆっくりやってみると、1弦の5-5-5-7-5-5、3弦の7、その次2弦の5。はい。弦をまたぎますね。もう一回そこまで。前半です、今のは。せーの、1弦の、5-5-5-7-5-5、3弦の7、2弦の5。はい。ちょっと言葉なしで。せーの。はい。これが前半。で、後半いきます。後半はですね、2弦の8フレット。2弦の8フレットっていうのは、7フレットのここだから、ここだよね。はい。8、1弦の7、1弦の5、また2弦の7、最後2弦の8、8。はい、後半のとこからもう一回。2弦の8、1弦の7、5、2弦の7、2弦の8、8です。はい、こんな感じ。最初からゆっくりやってます。せーの。はい、ちょっとリズムが跳ねてる。リズム、シャッフルだから、このフレーズも跳ねてます。こんな感じですね。これはもう何回もやって覚えるしかないぞということで。あと他にも、1弦と2弦だけでもこのフレーズ弾けるんですけど、ちょっとそれでやってみると。こっちでもいいかなと思うんですけど、ちょっとこっちの方が指がね、こう開くんで、こっちの方がいいから、これね、いろんな音があるんですよ、ウクレレって。だから、音探して、自分でどっちがいいかやってみてください。一応こっちのフレーズもここにちょっとタブーを貼っときますね。もう一回やってみると。はい、どちらでも。3弦まで使うフレーズか、1弦と2弦だけのフレーズかということで、やってみてください。このフレーズが入るだけで結構かっこいいですよ。ちょっとイントロだけじゃあやってみようかな。せーの。パッパッ。パッパッ。ダンダッダダンダッ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 ダ。こんな感じですね。で、これ右手の弾き方なんですけど、これ特に決まりなくて、これ例えば親指1本でも弾けるんですよ。でもいいし、ガズの場合は1弦の時は人差し指で、3弦とかを親指で弾いたりします。ここ親指、はい。なんでちょっと全然決まりないんで、もう皆さんそれぞれで弾きやすい指で右手いいと思うんでね、チャレンジしてみてください。はい、それとね、やっぱりこの歌詞のね、このゆるい感じ、あの景色もう目に浮かびますよね。もうなんかこうみんなね、こうビール飲んでるわけよ、暑いから。
なんかゆったりのんびりしてる感じがね出てね、なんかめでたい感じ、なんかちょっとね、あのそんなのも想像しながら、情景とともにやっぱ歌うというのがまたいいかなと、感情とともにやっぱり音楽するのが最高だと思います、ね、はい、これからの時期もってこいの曲、おじい自慢のオリオンビールガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1 2 1 2 3 4。ソーリーまで借り石ウェアで魔界やおばあが夕飯って言ってるさ、ほらベベンベベンベベベンベベンベベン、今日は那覇市のビアガーデンで野球応援甲子園、明日は準々決勝の夜から応援しておくさ、おいのオリオンビールガズレリ流かっこいいバージョンやってみました。あののんびりした感じ、特に A メロのダーンデデ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 ン、なんとも言えないあのいいですね、リラックスした南国っぽい感じ、あもうビールを飲んで南国で海見ながら乾杯、でもちょっとおしゃれじゃないっていうか、そこがねこのビギンさんの南国の沖縄っぽい感じがまたね独特の世界観、もう最高でございます。皆さん今シーズンは皆さんこの曲でビールで乾杯おすすめいたします。そしてお知らせさせてください、これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね 発送は5月20日順次なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンクちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。あのスマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜が
こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ねこの緑色の本がですね4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いやこれからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。